あまりの寒さに濡らしたジーパンや T シャツも凍って直立しています。一瞬出てきましたね。一瞬、はい、一瞬で本当30秒ぐらいあったら全部凍りました。道内は上空の強い寒気と放射冷却の影響で各地で今シーズン一番の冷え込みとなり、旭川の江丹別ではマイナス31.6度と今季の道内の最低気温を更新し、ダイヤモンドダストも見られました。鼻が凍りそうな。ストーブつけて1時間経っても20度に上がらないって言った。また上川の美瑛町では太陽の光が空気の中の氷に反射してできるサンピラーが現れたほか、留萌では海から白く立ち上る霧が湯気のように見えるけあらしが見られました。